強さの先にあるものを。ジレン、俺が出る。終わりだ。よっ、ジレン。ジャスティスフラ。聞こえるか、ジレン。まずは孫悟空をつ。ジレン、存分にやるがいい。お前の望みを叶えるため、スーパードラゴンボールを手に入れるために。トーラと戦う気になって聞いたか。そう、消えろ。ガッ、本気にかかってこい。おめえの強さはよく分かった。
ならオラのとっておきを見せてやる。みんな、悪い。オラに現金をあげてくれ。気を。まっ、お前にとって。これが、うん、嘘だろ。うわあ、あやつ一体本気にかかってこい。行くぞ。身勝手の極意。みんなもびっくりしてるね。なんかスーパーすごいものらしいよ。まあ、そうと断言するのは想定なのです。とにかく、なんとも目が離せない展開です。実に興味深い存在だ。だが、この熱さ、それがお前の限界だ。第六宇宙の仕事だ。貴様、それが、いや、どこを見ている。やしだるけど、ジレンの攻撃か。体感した。確かに重い。消えろ。さっさと終わらせるか。本気でかかってこい。フ
度同じことを繰り返す。無駄な子はやめろ。これは俺の仕事だ。最後まで付き合ってもらうぞ。好きだらけ。遅い。行くぞ。好きだらけ。本気でかかってこい。お前はここまでだ。ヒットさん、こいつは俺に任せる。手出しは無用だ。お前たちにはお前たちにしかできないことがあるはずだ。第六宇宙のために。行くぞ。消えろ。視野の矜持などくだらん。これで終わりだ。お前はど…お前…ジレンは一人になった。その時、それとど…そこに感情など不要。信頼か。黙れ。過去に執着して生きる。過去を清算。強さこそ絶対だ。弱者が何人集ま…得意の変身はなしか。貴様ごときこのままで十分だ。行くぞ。実力も足らずか。やかましい。そうか、分かった。明
遊びはここまでだ。バカだ。ヤリックホー、そうだ。能面野郎の貴様には分かるまい。何かを守るために戦うってことがな。その誇りの高さだけは認めてやる。終わりだ。俺が勝てなくても第七宇宙が勝てばそれでいい。カカロット、あとは頼んだぞ。やはり理解。ベジータ。わっ、苦ってきた。極意きたね。ジレンのやつ、孫悟空の動き、そして力の底、一度の手合わせ、そしてケフラとの戦いの観察で、すでに見極めていたか。悟空もスーパーすごいけど、ジレンもスーパースーパーすごい。この局面、いかに守りが優れていよう、攻めがなってなければ勝ちは得られんの。不完全な身勝手の極意など、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの状況から奴が極意を極め、ジレンを超えるとでも言いたいのか。ありえん。それこそ寝言だ。この力の大会、そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿、貴様らも見てきたはずだ。もう終わらせるんだ。今すぐ奴を、孫悟空を落とせ。おい、行くぞ。当然の結果だ。
本当の勝負だ。ジレン、孫悟空、身勝手の極意が何だというんだ。そんなはずはない。俺は負けん。負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。勝たなければ意味がない。負けたら全てを失ってしまうことになる。あの時のように、俺は二度とあんな目に遭わぬ。だから、だから、ねえ、手加減はせんぞ。俺の邪魔はさせん。さあ、カカロットが追い詰めたことで、奴はかつてのトラウマを再び思い起こしてしまったか。まずいぞ、これは。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ、孫悟空。17号やベジータ、それに他のみんな、オーラに託してくれたんだ。その思いにかけて、ここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の地、おめえほどのやつだったら本当は気づいてんじゃねえんか。オラが言ってることをよ。怒りただが、孫悟空、言われな。一度砕かれ弱い。今度は軽い怪我で。二度は食ら。お互いにな。ジレンは、ジレンはよく立つんだ。ジレン、お前がを。まったく。黙れ。逃げろ、フリーザ。耐えろ、お前ら。舐めるな。さっさと来たまるがいい。当然の結果だ。邪魔をさせん。さあ、強さこそ正義だ。何？さあ、出し切るぞ。舐めるな。さあ、そら。こいつで終わりだ。くっ。当たらんぞ。そう。ジャあ、ほら、くやった。さあ、始めるぞ。俺の邪魔をさせん。さあ、
させん。さあ強さこそ正義だ。何消えろ。包帯だ。私を分かった。これが死ぬ。ジレンさんだ。ジレン、なぜだ。戦いが終わったばっかし、また相手。次は